安田みは、日本のロボット研究者、大阪大学工学博士、認知発達ロボティクスを推進し、北野博明や松原人志らと共にロボカップを創立、赤ちゃんロボットや、レオナルド・ダ・ヴィンチを模したアンドロイドでも知られる。大阪大学大学院工学研究科知能、機能創生工学専攻教授、大阪大学先導的学祭、 研究機構システム知能学部門長、ジェイステラと、浅田競争知能、システムプロジェクト総括、ロボカップ国際委員会プレジデント、日本ロボット学会会長、日本赤ちゃん学会理事などを歴任、IEE、e、フェロー、第5回立尺賞受賞者、1953年、滋賀県出身、手塚治虫の火の鳥を読み、影響を受ける。 大阪大学基礎工学部制御工学科を1977年3月に卒業大学院に進学し1979年に修士課程を修了1982年に博士後期課程修了工学博士この時点で既婚二次の父同年4月基礎工学部制御工学科助手に着任この間辻三郎の下で コンピュータビジョンの研究に取り組み、線画や三次元運動の解釈、運動の表現などを実現させる。1986年8月から翌年10月まで、メリーランド大学客員研究員。1988年3月、大阪大学工学部電子制御機械工学科の講師に就任し、翌年に助教授。ここでは教授の白井義明の下で、コンピュータビジョン。 ロボット研究に従事。1995年には、教授に昇進。1997年には、大学院重点化により、同大学院公開。この間、1994年に、石黒博士や国吉夫らと、軽犯な社会的知能発生学研究会を設立。また、北野博明や松原人志らとロボカップを構想し、1996年に、プレ大会。 1997年に第1浅田の研究室からもチームトラッケスが出場し活躍した2005年から科学技術振興機構エラと浅田競争知能システムプロジェクト研究総括歩行を学習する子供のヒューマノイドロボット CB2 を開発人間とロボットとの競争としロボシティも提唱した赤ちゃんロボットも開発し 認知発達ロボティクスの第一人者として活躍する。2011年に情報通信研究機構と大阪大学が設立した脳情報通信融合研究センターにも席を置く。2013年には浅田が指導する大阪大学と大阪工業大学の合同チームがロボカップヒューマのイドリーグアダルトサイズで優勝。2015年にはレオナルド・ダ・ヴィンチ型のアンドロイドを開発し、 イタリアにも出展した。2017年4月より、大阪大学先導的学祭、研究機構システム知能学部門で部門長を務める。2019年3月で、浅田は定年退職。同年4月からは、同大学先導的学祭、研究機構付属共生知能システム、研究センターにおいて、特任教授として、研究を継続。また、 同時に日本ロボット学会の会長にも就任したメディアを再生するロボカップサッカー中型リーグの様子ほか情報処理学会や電子情報通信学会システム制御情報学会計測自動制御学会日本子ども学会などの会員ありがとうございます